大正山直樹は石川県富下市群七水町出身で、辰波部屋所属の元大相撲力士。本名は山崎直樹。現役時代の体格は身長181センチメートル、体重181キログラム。血液型 B 型。だ。特異種は右四つより下手投げ。最高位は東前頭二枚目。現在は年寄り置いて風。 おいて風部屋師匠、初代大将山。金沢高等学校時代には、インターハイ準優勝、日本大学3年時に、アマチュア横綱、4年時に、学生横綱を獲得、各部屋の争奪戦となり一時は、藤島部屋入りが決まりかけたが、同郷の中川親方による、引退後の身分保障が決め手となり、清史恵美派が部屋付きだった立浪部屋へ入門した。 彼の入門により、総ハ黒廃業後沈退していた部屋の勢いは、盛り返し、その後、日大同僧の大将法や友の花を呼び込む、原動力となった。またこの時の経緯から藤島部屋の力士からは激しく、憎悪され、同部屋の力士たちは、彼と対戦する時、平素以上に闘争心をむき出しに、して戦ったという逸話もある。新十両昇進時に、 本名の山崎から改名することとなったが、部屋の重量格行事、木村城之助が改名候補として大将山と天将大鳥を考えて校舎を押し、立浪親方は前者を取って読みを、お、お正山にしようとしたが、語呂の悪さから城之助が大将山にした方が良いと進言して命名された。ちなみに天将大鳥はアレンジされて弟、弟,弟子、 村田の嗜めとなっている。右半身から腰の重さを活かして下手投げを打つ取り口を得意としていたが、腰への負担が大きく腰痛が持病となってしまった。そのため左からの攻めを速くする方を指導されたが、右半身が治らなかった。元横綱、輪島とは、高校と大学が同じであることから自然と輪島と同様の技術指導を受け、類似した方を身につけたという。 1993年初場所では13日目を、終わって11勝2敗で明けぼのと並んで、優勝争いのトップに立つ活躍も見せた。三役にはついに昇進できず、1995年、11月場所を最後に29歳で引退した。この年にはおいて風親方の長女と結婚し、引退にあたっては、清史恵派から名跡を譲られ年寄り、中川を襲名した。 1997年には岐阜と共に友綱部屋に移籍し、1998年に岐阜の所属部屋最高のため名席を交換し、年寄り、置いて風として友綱部屋から独立して置いて風部屋を33年ぶりに復興した。彼をはじめとして立浪部屋を離れる年寄りが、続出したのは年齢や最高位などで7代立浪を上回る、年寄りが部屋にいては7代立浪が、 やりにくいだろうという理由からだと当時は見られていた。師匠としては巨漢だった自身とは対照的に金星の取れた体格の力士を中心に育てており現在まで幕内力士を10人育てている。小学生時代の作文に実業家としての夢を書いていたことが TV 番組で明かされたことがある。日本相撲協会の業務では二千七年三月場所から 審判委員に就任し、2015年1月場所まで務めていた。審判を務めていた頃の末期は、体調不良に悩まされ、2014年9月場所と11月場所を途中休場した。2009年7月に、同年3月下旬において風部屋所属の床山に、対して暴力を振るう問題を起こしたと報じられている。被害者の床山は、 事件後に日本相撲協会を退職し、同年7月22日において風は、日本相撲協会の生活指導部特別委員会から事情聴取を受けている。おいて風は、その床山が部屋所属の力士にいじめをしていたとして、反省させるために殴ったと暴力に至った理由を説明し、自身だけでなく、いじめを受けた若手力士にも殴らせたことを認めた。その後、 元徳山からは医者料などを求めた民事訴訟を起こされたが、2010年12月14日に、熊本地方裁判所で和解が成立した。ABCDEF ベースボールマガジン社、大相撲名門立伝シリーズ、辰波部屋ベア P27 仮に、当時の山崎に、現行の幕下付けで基準を適用した場合、4年時に、学生横綱を獲得してから3年時に獲得した。 天横綱のタイトルが執行するまでの間に、中退して、各界入りするという条件付きで、幕下10枚目格付けでが認められることになる。ちなみに、元大関、高野花は、現役時代に輪島と仲が良く、その縁もあって、輪島の高校、大学の後輩にあたる大正山を勧誘しようと、考えていた。ベースボールマガジン社、大相撲名門立伝シリーズ。 辰波部屋ベア P80 元無双山の藤島親方が審判副部長に朝日新聞デジタル2015年1月29日置て風親方が球場イコール大相撲秋場所4日目時ジドットコム2014年9月17日審判の置て風親方が球場産経ニュース2014年11月17日 ABC 置て風親方が床山に暴力相撲協会話し合う 用紙時、朝日新聞、2009年7月25日、2021年4月22日閲覧。ab,https, www.neconsports.com、スポーツ、スモ、ニュース、PSPTP3 から2 0 9 726から52 3409、html、日刊スポーツ、2009年7月26日、 2021年4月22日閲覧。暴力受けた徒弟祖の元床山、親方と若い熊本地裁、朝日新聞。2010年12月14日。2021年4月22日閲覧。右アキレス腱部分断裂、腰部捻座により14日目から、途中休場。ありがとうございます。